エガちゃんですエガちゃんさん、今日は秋葉原に来ましたけども、そう、実は秋葉原の路上で逆ナンしてるすっげー可愛い女の子がいるらしいんだよ。おお、確かメイドさんのことですか。いや違うんだ、違うんだよ。普通の子で可愛いんだけど絵が好きでラッセンみたいな絵を売ってるんだよちょっと待ってください、ガシャさん、それってなんかエウリアンって言って、あのちょっと前に秋葉原のその気弱そうな男性になんかこう結構高い絵を売りつけてるっていうのがなんかちょっと前ありましたけど。いや違うよ、芸術を愛する普通の子だよ本当に絵が好きな子ってことですか。そうそれで、はい、俺そういう女の子たちがいる場所のマップ、はいはい、見つけてきたから、はい、その近くまで行こうよわかりました。まあ僕らも一応そのエウリアンの実態っていうのは知りたいので、とりあえず行ってみますか。行ってみようか。よし、あたおか、今日は連絡先ゲットしちゃうぞ。ラッセンより普通に女の子が好きさんの私物ですよ、ね、じゃあガチのガチの江頭さんの私物ガチで、はい、じゃあ連絡先ゲットしてくるぜマジに出るなですか。
の会社の、 あの壁がガランとしてるんで何か飾ろうかなと思って。あ、そうだったんですか。はい、今割とあの会社様に行かれてる方も会社様から出ない方多いですもんね。あ、そうなんですよね。ですよね、あのご時世だと思うんですけれども、こちらのこの1階がこういった美術印刷のものになっていて、2階に版画が飾ってございます。あ、そうですか。すいません、あの簡単に受付だけもらってたので、お客様をご協力いただいていいですか。はい、すいません、やっと3人目なんです。あれ、ここで交換買いましょうか。この辺りはいらっしゃられるんですか。いや、あ、時々メイド喫茶に。そうですね。どこがおすすめですか。ちなみに私行ったことないんですけど、行くならどこですか。いろいろあって言えないですね。どこもいいと思って。どこもいいと思って。あの、それお願いします。すいません。どこもいいな。女性って入っていいのかなみたいなのもあって。そうなんですよね。そうなんですよ。なんか、すごい気になってるんですけれども、女性同士で入っていいものなのか。あ、そうですね。だからといって、男性と女性で入ったらもっと難しいだろうなとかって。社員さんって言えます？はい、社員。会社員さん。はい。業種だけ一言いただいてたんです。何関係になりますでしょうか。うん、例えばあの製造関係とか IT 関係とか運送関係とかっていう。IT 関係ですね。はい。はい。IT。はい、ありがとうございます。はい。どれぐらいの壁があるんですか。気をつけてください。どう。けど、あ、結構広いですね。そうなんですよ。いいですね。ちなみにこちらは全部版画で作ってます。あ、そうですか。はい、おお、ここ大きいですね。ありがとうございます。そうなんです。ちょっとラッセンに似てますね。やっぱり華やかさが、あ、そうですか。うん、言われますね。ちょっと海外行けなくなったんで、はい、ラッセンの絵とかいいですよね。そうですよね。何でもシルクの版画とかって聞かれたことございましたかね。あ、ないです。あのラッセンの版画とかも実は結構あったりするんですけど、なんだろう、手で描いた絵をもとにですね、はい、シルクをあの版にしてあげて作ってる版画になるんですね。あ、そうですか。はい、あ、見た感じはあんまりわからないと思うんですよね。あ、そうですか。はい、あのシルクを版にしてこう一色つけては乾かして、一色つけては乾かしてという作業をですね繰り返してお作りしてるものなんです。あ、そうですか。これはいくらですか。こちらは55万円になります。あ、55万円。はい、あ、すごい。はい、フランスの男性なんですけれども、これいいですね。かっこいいですよね。これいい。絵を描いてる方で、あ、これだったらいくらですか。あ、こちら44万円になります。44万。はい、そうなんです。税込みなんで40万円です。あ、そうですか。はい、まあ、現金でも下ろしてこられる方はいらっしゃるんですけど、お財布に入ってるっていう方はあんまりお見受けしないですかね。あ、そうですね。お値段はどれがおすすめですか。私だったら東京どうかなって思ったんですけど。あ、これスカイツリー。そうなんですよ。あ、ブルー一色で。そうですね、寒空っていいですね。はい、なんかこうシックな感じなんですけれども、うん、どうかなと思って。これだったらいくらですか。あ、こちら66万円でございます。66万進めてきた。
ちなみにご予算的で言うとおいくらぐらいを。今入ってきたばっかりだからちょっとその値段を想像してなかったから。そうですよね、うん、突然だったから、うん、10万以内ですかね。10万以内がいいかなと思ってらっしゃったんですね。なるほどです。彼氏はいらっしゃるんですか？うん、私結婚してて。あ、そうですか。はい、夫がいるんですけど。あ、そうですか、うんうん、残念ですね。ちなみにお客様、絵柄で言ったら、はい、飾るならどれがいいかなと思われまして、こちらの先生まだ言ってなかったんですけど、こちらがユカインゲルってイスラエルの方でして。あ、イスラエル。はい、まあ、大きさとか全然値段を省いてもらってもいいんですけど、もし1点じゃその会社様の壁に飾れるんであればどれがいいかなって思われるんですか？それか、はい、これをやっぱり勧めてくれたんで。でも、結婚してらっしゃるんですよね。あ、そうです。あ、そうなんですね。うん、そうなんですよね。でも、せっかくなんで、ちょっとお見せすると、絵って見る場所があって距離感大事なんですね。あ、そうですか。それこそ、この辺りで、ちょっとおかけいただいて、はい、ここまで、すごい素敵な絵ですよね。いや、これいいですね。面白いですよね。フランスの男性の方なんですけれども、今30代の若手の先生になります。あ、そうですか。中でもこちらビッグアップルはニューヨークの街をこのリンゴの中に入れてあげるというある種独創的な絵柄なんですけれども、お客様だとどういったところがこう一番は目に留まったんですか？やっぱりカラフルなところ。あ、なるほどですね。あとリンゴの中に街が入ってるところ、はい、面白いですね。面白い。その心はどういう意味だと思われますか？何でリンゴの中に入れたかなと思いますか？僕自身が、はい、リンゴで、はい、いろんな雑念っていう街がいっぱいある、うん、雑念という街がいっぱいある。例えば、はい、女の子をナンパしたいとか、はい、遊びたいとか、はい、風俗に行きたいとかそういう願望ですね、はい、そこの DVD 屋の ラムタラっていうところにも行ったりしてるんですよ。セクシー女優の DVD です。それでも一個裏通りとかスルジョのお部屋があって今一面の壁が空いてるって。そうなんですよ。何か他に物が置かれてたりするんですか？金と銀の、雑貨みたいな置物みたいなのを置いてます。あと書道のやつ書を書いてるんですけど、はい、それを飾ってるんですけど、うん、色味のあるものが欲しいなって思って。あー、なるほどですね。それでしたらすっごい映えると思います。あー、そうですか。イーベルにお持ちした場合ですと、はい、想像していただけた方がいいので、はい、こういった形になりまして、お照明をこう当ててあげますと、あ、非常に明るくなりますので。あ、これちなみにいくらでしたっけ？44万円でございます。44万か。僕ずっと彼女いないんですよ。え、そうなんですか。で、こういうのを飾ってたらちょっと運気が上がっちゃったりしたするのかな。それは上がると思います。そうですか。結構ご結婚されたお子さんできた彼女できたっていう人が増えてて。あ、そうですか。そうなんです。私すごいびっくりしちゃって、やっぱ
買っちゃうんじゃないですか、江頭さん、これ買ったら彼女できるみたいな。やばい、江頭さん口説かれてる。でもなんか一人なんかはその2年前に彼女も聞かなかったのにいきなり結婚したんですよって言われて、今年ある占い師から良くないって言われてるんですよ。今年最悪だって。やっぱり絵とかで変えたいなとか思ったりして、とってもいいと思います。あ、そうですか。だから私はビッグアプリを取り付けて。あ、そうですか。だけどこれ44万ですもんね。そうですね。だから多分ご予算的には多分少しオーバーされてらっしゃるんだと思うんですけど。あ、そうですね。だいぶオーバーなんかそれぐらいじゃないかなとは個人的に思うので。あ、そうです。一応一つポイントを見せると、はい、これろうそくで照らしてるみたい。そうなんですよ。すごい素敵なんですよね。どれぐらいの色味が好きですか？あ、いいですね。このくらい。お姉さんは合コンとかしないんですか？ないです。お客さんと全然ですか？聞いちゃったりしちゃったらダメですよね。でも絵を持っていただくとお客様っていうことになるので、ご連絡先も交換させていただいてやらせていただいてるんですけれども、逆っていう形になるので。逆に、そうですね、逆に例えば配送する認定のご相談とかもございますし、飾り方のご相談とかもあるので、そういったふうにはやらせていただいてるんですけれども。逆に買わないと教えてもらえないですか？はい、まあ一応そうですね、うん、顧客様との、ね、やり取りっていう形にはなるので。あ、そうですか。ショック。まあ一応ね、そのうちは絵のねお店なので、まあ絵を持ってるお客様方優先でっていう感じでやらせていただいてるんですけれども。これいくらでしたっけ？44万です。世界の限定の35枚になりますので、世界中頑張って探しても35枚しかないってことなんですよ。こちらのピックアップルは電話番号を知りたいんですけど。そうですね、でもまあちょっと顧客様っていう形になってるんで。あ、そうですか。まあ会社の経済ですよね。はい。下のやつを買っても電話番号は教えてもらえるんですか？下のやつなんで、ここからって感じです。あ、そうですか。2階に上がらないと。あ、2階の絵っていうことで、一応くぐりがありまして、これが版画なんですね。いや、そうですか。そうですか。そうですね、下のは、まあ、グッズっていうことになっていて、担当になるんでね、私が。あ、そうですか。この2種類ですと思っていただくと。あ、そうですか、うん、ちょっと考えます。ちょっと一人で考えます。あ、どうぞどうぞ。はい、考えてください。デート商法的なことではなかったですね。そうですね、ちゃんと結婚してますって言ってますし、普通にちゃんと商品知識もあって、あ、どうですか？ちょっと考えてましたけど、どうしようかなって考えてます、まだ。あ、姉さんに一目惚れしちゃったんですけど。ああ、嬉しいですね。
ちょっとそんな優しくしてくれる人そんないないんで。はい。嬉しいですね、そう言っていただけると。ちょっと今手持ちがないんで。あ、例えばお振り込みとか、一応1週間以内にお支払いいただければ大丈夫なんですよ。お付金で1割以上いただけていれば。あ、そうですか。そうなんです。だから5万円本日頂戴できれば1週間以内にお振り込みいただければ問題ないんですけれども。今回はやめときます。そうですか。やめた。断りましたね。断った。はい。いや、これだったらいくらですか。これ1万1000円です。これを買ったら、はい、電話番号教えてもらえますか。しつけ。名刺差し上げることはできますよ。携帯書いてないでしょ。あ、会社の携帯書いてますよ。超やべえ客。警察呼ばれちゃうよ。犯罪の匂いが。ぜひ飲みに行きたいですね。あ、そういったことはできないです。あ、できない。法律上禁止されてるっていうのもあるので。そうです。代わりにそういったことをお願いしますっていうのは禁止されてしまってるので、私たちの営業にもどうしても関わってきてしまいますから、それはちょっと難しいんですよ。もうやめて。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ叩いていただいて。わかりました。ありがとうございました。あ、出てきた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 。あ、持ってる。あ、持ってる。紙袋買っちゃった。ちょっとね、40万ぐらいのやつを買わされそうになってたよ。危ない。危ない。ヒヤヒヤしましたよ。あれすごい良かったんだよ。いいだったんですか。そう。しかも照明とか暗くしたりとか、すごい次々にいいように見えるように。あと運気が上がるとか言って買わされそうになったよ。いい絵だったんですね。いい絵で、結果なんか、イガシャさん、それもバッタモンみたいなの。え、ちょっと待ってください、イガシャさん、いくらですか、こちら。これは11,000円。おお、けど高いですよ。それに結構似てるけど完璧なバッタモンだなっていう。ちょっと悪いなと思って。あ、このまま帰るのも。そう、はいはいはい、それも、はい、そこの商法かもしれない。あ、じゃあちょっとその買った絵を見せていただいていいでしょうか。わかった。これです。おお。富士山もあって、いや、なんかすごい、僕絵のことよくわかんないですけど、いい絵ですね。あ、ほんといい絵なんだよ。はいはいはい。で、ちなみにこれ買って連絡先は聞けたんですか。ちなみに連絡先はこれ、はいはい、お電話番号書いてあるじゃないですか。お、多分会社の携帯だと思うんだよ。まあまあそうでしょうね。モテないキャバクラの客。っていうか、もう警察呼ばれてもおかしくないぐらいの聞き方してましたから。あ、そう。執念が。せっかくだからこれ刑務所に飾っちゃおう。じゃあ飾りましょう。よし、頭のおかしいお前ら、俺は買っちゃったけどお前らは買うなよ。納得したら買っていいですけどね。あ、そうだね。